安田さん、昭和のね、30年代、40年代の映像が YouTube にアップロードされてるんで見ていたんですけども、当時東京では住宅事情がかなりね、深刻になってたみたいですね。まあ今でも似たようなもんかもしれませんけども、当時はね、基本的には一戸建てってのなくって、集団住宅に住んでいたみたいなんですよ、多くの方が。まあ今でもそういう方ね、多いんでしょう、マンションとか。なんとね、3畳で5人暮らしだそうですよ。お父さん、お母さん、子供3人、合計5人が3畳で暮らしてたらしいんですよ。その映像があったりするんですけども、4畳半なら広い方で、もうこれは6人暮らしだそうなんですよ。で、4畳半から2DK っていうね、憧れの暮らしに引っ越すときに、野菜家財をこうトラックに乗せるんですけども、4畳半によく入ってたなぐらいの量がボーンって出てくるんですよね。だから相当工夫して、この部屋を使っていたんだなってことがわかりますし、家っていうのは体を休めるものであるのに、結構寝てる間にもう足や手が当たっちゃってね、足が伸ばせないみたいなね、そんな方もいらっしゃったりしたみたいで、当時の映像は残ってますね、うん、でもまあ昭和20年代家どころか屋根がないような時代でしたから、とりあえず雨風がしのげる屋根があるのが庶民の憧れであり、そっから徐々に豊かさを求めてプライバシーを守ったりとかね、それから台所がついてるところがいいなとか、トイレや風呂は近いところがいいなみたいなね、基本的に当時共同でしたから、だから一家、お父さんお母さん子供3人が3畳に住んでるわけですからね。私の今住んでるところの3分の1ぐらいのところにひしめき合ってたわけなんですよ。でお父さんは仕事に行ってる間はちょっとね、多少広いみたいな感じがありますけども、うん、お父さん帰ってくるともうこの救急で、もう寝る時なんてさっきまでいろんな作業してたところに全部片付けて布団を引いて、なんかね、家族5人が横になって寝るみたいな、足がやっぱり当たっちゃうみたいですね、お父さんとかお母さん。で、そのうちになんかね、新しい考え方が出てきて、寝るときは寝るための部屋にみんなで集まって寝ようみたいな感じで、お父さんお母さんは家に寝るんだけども、子供たちはそうやって寝るための部屋をね、なんかこう借りて夜だけそこに寝に行くみたいな、そんな文化があったらしいんですよ。だから今東京の賃貸って手狭だ手狭だって思ってますけども、当時から考えたらむちゃくちゃ快適になったんだろうなと思いますよね。家賃も相対的に安くなったでしょうしね。だ当時の家賃ってのは収入の本当なんですか、収入が3万円ぐらいのところで家賃8000円とか1万2000円とかで払ってたらしいですよ。だから歴史を知ると確かに日本って豊かになってるんだなっていうふうな気がしますね、うん、まあでもそういう方ばかりじゃなくていろんな方がいたんでね、当時昭和30年代40年代バラック住まいとかもいたと思いますから、記録に残ってる中から判断するしかないんですけども、なかなか昭和の映像って面白いなと思いながら見ていたものでございます、うん、ね、いってらっしゃい。